ともとですね、うちはまあ山下薬草店としてその薬草の原料を扱う仕事をやってたんですけれども、せっかくうちでまあ原料があるんだし商品作れるんだから、まあ、うちの商品だけを扱ったその本当に中身の見えるものだけを扱ったお店を開こうということでですね、ちょうど工場の横のこの土地が空いてたので、ここに、お店を作りました。うちだけの利益ではなくてですね、その取ってくる人あっての薬草、自然があっての薬草なので、まあ、もっと、そこを見て他の県の人にも見てもらいたいと思ったし、地元の人もまだまだその薬草が地元の資源っていうことに気づいてない人が、たくさんいると思うのでですね、そういう方、まあ、知らなかったっていう方がまだまだ多いですので、どんどんですね、そのうちがもっと薬草、霧島周辺で採れる薬草の PR をしてですね、知ってもらって、この高原町もしくはそのまあ、宮崎県ですねを、まあ、薬草の町として、盛り上げていけたらなと思っております。試飲なんかもできますし、あの薬草のについての、説明なんかも、できますので、まあ、気軽に、お店に来ていただけたらなと思います。